歯医者さんをやっぱり自分の生活の一部の中にやっぱ取り入れていただくっていうことですね。メンテナンスに来ていただくことは非常に大事だと思います。統計でも、20本ですね、その残せる残せないっていうのは、例えば急に歯が抜けていくっていうのは60歳過ぎてからなんですね。それまでに歯を失う方っていうのはやはり少ないんですが、じゃあその60歳以降を歯を失う方っていうのはやはり40代、30代、40代、50代にしっかり歯医者さんでメンテナンスされている方は失いにくいんですけれども、やはり痛くなければいかないっていう習慣でいかれている方はやはり60、70になった時にですね、急激に歯を失っていくので、やはりメンテナンスにしっかり来られるっていうことが大事ですし、メンテナンスにしっかり来られて、そこで、お金を払ってもですね、将来的に逆に治療費は安く済む、トータルでは安く済むっていうのが、今のところ現実だと思うので、ぜひやっぱりメンテナンスに来ていただいて、そして自分自身がやっぱりセルフケアをしっかりしていただくように、身につけていただくことが大事だと思います。やはり歯医者さんに来られても、その、数ヶ月に1回来られても、その時にクリーニングをしただけではやはり良くなるわけではないので、日頃の自分自身のですね、セルフケアが非常に大事だと思います。